どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンで楽しくやらせていただいています。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。今日はですね、お散歩しているワンちゃんに、これだけはしないでねということで、気をつけることたくさんあったりします。で、もうこれね、ワンちゃん飼ってる人飼ってない人共通でね、やっぱりこれは認識していかないといけないのかなと思うこともあるので、今日はそれについてもね、話をしていきたいと思います。どうしてもね、自分がこういうチャンネルの発信になってくると、皆さんね、ワンちゃん飼ってらっしゃる方がね多いから、そっちの話になっちゃうことが多いんですけども、今日はね、ワンちゃん飼ってない方にもね向けての話もちょっと入れていきたいかなと思いますので、もしよかったらね、拡散していただけたらと思います。一つ目ですね、まずワンちゃんをいきなり触る、それってね、今の時代いるのって思うじゃないですかね。自分もね、近くにね、公園があります。で、公園があって、池がある公園だからお散歩するのにはもってこいなんですけど、歩いてるとね、ちょいちょい言います。ちょいちょいって言ってもね、本当にね、 2,3 日に1回は出くわすかな。あら、かわいいワンちゃんって言いながらこう手を出しちゃうっていうね。うちの子だったら平気なんですけど、お客さんのワンちゃんももちろんうちはたくさん預かってます。で、なってくると中にはもちろんダメな子もいますよね。で、手出されるとやっぱり中にはワンって言っちゃったりとか、声かけられるとワンって言っちゃったりする子たちも中にはいますので、やっぱりね、そこは歩いてるワンちゃんにはいきなりね、触ろうとしたりとか近づいたりとかね、声かけたりとかもね、ワンちゃんに対してはね、しない方がいいんじゃないかなって個人的には思いますので、ワンちゃんもね、悪気がなくてもね、いきなり手出されるとびっくりすると、もしかしたらいつもだったらね、温厚で優しい子がパクってやっちゃうこともあると思いますので、ぜひね、その辺もね、気をつけていただけたらいいんじゃないかなと思います。2つ目ですね、自分のワンちゃんを急に近づけてくるね。だいたいそういう飼い主さんってね、皆さんこう言います。うちの子は大丈夫なんですね、こんにちはって挨拶したいだけでって、クンクンすれば落ち着くんです。うちの子が大丈夫でも、うちの子が大丈夫じゃありませんって話ですね。相手のワンちゃんの気持ちまで考えてますかって難しいところで、相手のワンちゃんもね、もちろんね、そこで、社会性だ社交性だっていうのをなんかこう学ばせようって思う方も中にはいらっしゃると思うんですけど、それこそよっぽどね、毎日お散歩で行き当たってて、もう相手がどんなワンちゃんだか分かってて、お互いに合わせようっていうならいいんだけども、初対面でいきなり正面からわーって合わせちゃうのはちょっとまずいかなっていう気がしますね。例えば相手のワンちゃん噛んじゃったりとか、うちの子平気ですって言ってても相手の子に噛まれちゃうこともあるし、もしかしたら相手の子に吠えられたらびっくりして噛み返しちゃうなんていうこともね、出てくるかなと思いますので、もうね、これね、ワンちゃん同士っていうのは怪我はね、してもさせられてもね、お互い不幸にしかなりません。なので、ここはいい距離を保ってね、やっていただけるのが一番いいんじゃないかなと思います。3つ目ですね、ランニングや自転車で後ろからすごい勢いで追い抜かすね。これね、別にね、自転車乗ってる人とかランニングしてる人が悪いわけでも全然ないんですよ。ちょっとね、危険かなと思うのが、中にはね、自転車とかで後ろからすごいスピードで追い抜かしたりすると、追いかけたりとか悪気はないんだけど、吠えたり噛んじゃったりする子も中にはいますね。なので、じゃあそんな時どうしたらいいのっていうと、まあ一言ね、後ろから通りますよって声かけてもらってもいいと思いますし、ワンちゃんね、いる状態で、飼い主さんも気づけばね、横に避けていただけると思いますね。中には避けないワンちゃんもいるんですけど、そういう方の場合はちゃんとね、横に避けるトレーニングとかもね、していただけるといいんじゃないかなと思うんですけども、私たち飼い主側もね、当然気をつけます。なので、走ってね、後ろいきなりバーンってワンちゃんのすぐ隣で抜けていっちゃったりとかするとちょっと危険かなって思う時もありますので、そこもね、お互いのためにね、声かけていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、この辺はね、気をつけてっていうよりはぜひやっていただけたらお願いになるのかなね。ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、ワンちゃんのお散歩ね、実は気をつけることいくつかあったりしますね。いきなりね、手出されたりするとヒヤッとすることね、多分飼い主さん側もあると思いますね。ワンちゃん平気だよって近づけてきてもね、うちの子が平気じゃないからなんかしちゃったらって思うとね、ドキドキしますよね。なので、お散歩っていうのは人もワンちゃんもお互い楽しくないとね、自分はいけないんじゃないかなと感じますので、ぜひね、楽しくお散歩できるように、お散歩中もですね、お互いのルールマナー守ってやってみてはいかがでしょうか。